香港チャンネル。ああ、ほんまに最近あれやわ。なんかうまいもん食べたってしゃあないな。なんかようインスタ上げてありますよ。あれいやでも普通いや上げてんねんけど、あの行ってるとこ大概同じとこやった。3軒ぐらいをぐるぐるって回ってるだけで、焼肉食いたいな。焼肉おごってや。はい、行きましょう。焼肉。今日食いたいよね。いや今から行きますか？今から今度ない、なんか、焼肉屋で、ほら、あの、ロケやって食べてるのんで、そこで喋って。なあ、あれ、なんか、ね、たまちゃんか。はい。あの、玉袋。はい。か、たまちゃん。YouTube で、焼肉屋で食べながらとか、ちゃんこ屋でとか、ほんだら、なんかうまそうやし。そうです。ただ、物を、なんか、すごいアップで撮ってんねん。ジモンさんとかも焼肉チャンネルとかやってはりますけどね。あ、そうな。はい。いや、そんなんじゃなくて。ただ単に食いながら。はい、芸能の話とか、はいはいはい、そうですね。政治の話。あの、専門家の人誰か読んでね、ちょっと焼肉食いながら。専門家もせやし、はい、一人でもいい。あの、誰か、普通のおっさんでもいいねんけど。そう、そこに来てる、来てる。うん。そうですね。そういうのやりましょう。うん。はい。で、今日の話題ですね。やんのかいな。某大手通信社の、あの、身分を隠してヘイトスピーチをしてたという桜ウイローですが、もう一人同じ会社で SNS 上でトラブルを起こしてたというのが発見されたということで。それなんか山田さんがツイートしてたけどね。はいはいはい、あの、専門家、スパイ専門家の。はいはい、だけど、ドキドキしてんのちゃうかな記者。あ、はい、もうそれ、え、何第二の桜ウイローみたいなんで。通信社やろ、はい、通信社、うん。もうむちゃくちゃやな。むちゃくちゃですね。だけど、そんなんて、あの、おかしいやん。記者って、あの、書くことが専門やろ、はい、だその、プロが、あね、この、なんていうのヘイト、こう。ヘイトスピーチ、まあ、ヘイト発言。うん、やってるっていうのが、まずおかしなことで、いや、それやったら、正しいと思ってんねやったら、顔出してやるやん。実名でね。はい。ただ、それだけのことちゃうの。そうですね。ほんまに。うん。その記者は焼肉屋呼んで、決めたいなってな。そうですね。そこで喋ってね。うん。そやで、ほんまに。なんか、そんなん、あの、募集、うちの焼肉屋来てください。ああ、そうですね。はい。あの、宣伝もするんでね。そうそう、宣伝もする。何々店とかで。はい。そうそうそう。なんか、ああ、やらせていただければっていうのも。もうね、外に出れるっていうのも。ああ、そうですね。もうすぐね、もうマスクもね、個人の判断で。だけど、その、話戻すけど、そうやって、そうやって、ヘイト。ヘイト発言をね。したらあかんちゅうねんっていうところや。もう一つの顔を持って。はい。やるんはどうなんて、な、思うよな。そうですね。なんか、どう、まあ、その会社としての姿勢もこんだけ連続で出てくると、あのロケットの中止の時もこの会社じゃないですか。そうそう。あれは、自分らが、その、あれやろ、その、失敗やって報じたから、それに帳尻合わすために、その、ジャスターの人のコメントを、引き出そうとして。そうそうそう。うん、他が中止じゃないと誤報になるから。結局、最後自分がね、それを一般に、失敗で言うんですって、言い捨ててね、はい、言い逃げて、いや、それで、あの、失敗っていうのを、あの、な、あの、報じたならば、それおかしいや。そうですね。ほやろ。だから正当性を持たそうとする無理があんのよね。うん、うん。何か。うん、でも、こうやって、でも、その、自分のツイッターでこうやって言うてるっていうことは、自分が書く記事もやっぱそういう悪意を持って書こうとしてるってことですもんね。そう、そうそう。ほんで、市場が入って、うん、で、その、そういうふうに導いていくっていうね。そんな記者さんもいっぱいおるやん。なんか、なんか、人から預かったもんをまだ返してない記者さんもおれば、うん、ね。ほんで、またなんか、ああ、なんか映画また、な、俺、それ、怖いから。安倍さんの映画。はいはい、はい、あの、試写会けえへんって。はいはい、誘われたのね。へぇ、あの、後輩、全然関係ない後輩の、ね。はいはい、やめよって。で、その後輩がある
どっかの、テレビ局の、なんか、AD か、なんかやってんねんて、はい、それが助監かなんかやったから、俺に見てほしいって言って、社会。ほんで、俺は日にち会えへんかったから、意見、タイトルなんやねんって言ったら、ほんだらそのタイトルを言うて、もうな、あの、言わんでええです、宣伝なんか。ほんだら、ああ、なるほどなと思う。ほんで、オンラインでも見れるから、うん、あの、パソコンでもいいし、マネージャーさんでもいいから、その、メールを教えてくださいと。で、来たけど、あの、パーって開いてみて、その、試写会じゃなくて何か。サイトみたいな。サイトっていうか、その、映画やると、なんかいつ公開か。はいはい、だスペシャルゲストが、その、うん、あの、なんとかなんとかやって。あの、記者やって。うん、だから、なやこれって言って、ほんで断って、もう、ごめん、申し訳ないけど、って言って、うん、見たところでって。うん、だから、そういう風な脳になっていくのは何かなって。ねえ、うん、だから、その映画も、マイルズさんもなんか怒ってはりましたよ。うん、こんなんがヘイトやないかって。うん。うん、そやろ、執事をな。うん、ああ。だけど、あの、安国に、はい、で、A 級、B 級、C 級っていうのあるやん。はいはい、先輩みたいなね。あれっていうのは、ほんまに、回顧録、安倍さんの回顧録、読んであげようか、はい、あの、そこに書いてあることね、回顧録ね、そもそも A 級、B 級、C 級という区別は公式に行われていたわけではありませんと。極東軍事裁判所で審理された、戦争犯罪人をそう呼ぶようになっただけでしょうって。郷氏は、福田赳夫内閣の時代に行われましたが、その後、大平正義、鈴木善光、中曽根康弘の三代にわたって首相が参拝しています。でも、中国はクレームをつけていませんでしたよ。歴史問題を外交カードとして使おうと思ったから、問題提起をしてきたのでしょう。安倍晋三、橋本五郎等。安倍晋三回顧録というところで、ねうん、ございまして、そんなんがあって、ほんで、面白いよね、あの、やっぱり石原、元都知事ね、亡くなられたけども、うんうん、詩人と個人どうやって分けんだな、そうですね。今日はどこの国の記者だって言うたりもして、ね。でもそういうことで、だから、まあ、これを受けるか受けられんかって、まあ、もう聞く意味持たないんでしょ、うん、多様性とか言うて。そういうふうに、ね、いろんな方々が、左巻きの方々が、記者が、ね、ウイローなるものになっちゃって、ね、そのアカウントは何ちゅう名前なんか分かれへん。あ、分かんないですね。あ、そう。はい、一応でもなんかこれ見ると、うん、懲戒解雇されたみたいな記事も出てます。懲戒処分みたいな、うん。でもそこの会社自体がちょっと問題出てくるんちゃう、ね、そうですよね。ね。うん、まあそんなんで、しっかりやっていこうじゃないかというところじゃん。何の話やった？焼肉の話か。焼肉の話。まあ今から行きましょうか、焼肉。はい。はい、ロさん、ありがとうございます。うわ、おごってもらえるわ、嬉しいわ。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので。